ロランド・ビアンキは、イタリア・ローベレ出身のサッカー選手。現在は、無所属。ポジションはフォワード。アタランタ BC にて育ち、2006年の UEFA、U-21 欧州選手権に出場するなど、早くから注目されていたが、なかなか結果を残せていなかった。天気は2006から07シーズンのレッチーナ・カルチョにおける活躍である。 ワルテル・マッツァーリー監督の指導の下で、ニコラはモルーゾと共ににトップを組み得点を量産、カルチョスキャンダルへの関与で、勝ち点原点のペナルティを受けていたクラブを残留に導く。そのシーズンは、自己最多の18得点を挙げた。2007から08シーズンは、スベゴランエリクソンより直接電話でオファーを受け、プレミアリーグのマンチェスターシティ FC へ移籍するが、結果を残せず、 2008年1月にイタリアの SS ラチオへレンタル移籍。ゴランパンデフ、トンマーゾロッキとコンビを組み、降格の危機にあったクラブを救った。2008から09シーズンからは鳥の FC に加入。再びアモルーゾとのコンビが実現したものの、機能しなかった。後半戦はビアンキが奮闘したものの、クラブは降格となった。2013年7月9日。 ボローニャ FC に移籍決定。2014年8月5日から1シーズンはフルスであるアタランタに期限付き移籍の形で復帰した。2015年8月8日にボローニャを退団。同月27日、セグンダディビジオンの RCD マヨルカに移籍した。初挑戦となったスペインでのプレーはわずか半年で終了。2016年1月20日。 セリエ B の AC ペルージャカルチョに移籍、イタリアに復帰することが発表された。2017年1月にペルージャを去ると、翌月19日に FC プロベルチェリエ加入。シーズン終了後に契約が自動更新されたが、出場機会の恵まれず8月31日に契約を解除した。代表では U-17、U-20、U-21 と、 各年代の代表チームに選出され、2006U-21 を終選手権にも出場した。しかし、フル代表歴はない。ありがとうございます。